皆様おはこんばんにちは、じゅんおじでございます。今回は人生初の徒歩でのソロキャンプを行ってまいりました。場所は埼玉県の長瀞町でございます。まずは野上駅から徒歩10分ぐらいにありますこちらのフジマートさんで今回の食材の買い出しを行います。長瀞町はキャンプとか BBQ とかそういうアウトドアが有名な町ですので、こちらのフジマートさんにもそれ用の食材が結構豊富に置いてありました。こちらがキャンプ場の隣を流れる荒川、もう雄大な景色でこれを見ただけで来た甲斐がありました。そして川の中に見える小舟が有名な長瀞のライン下りですね。全長6キロを A コース B コース半分で分けているそうです。駅から徒歩10分ぐらいで到着しましたキャンプ場、こちらがフォレストサンズ長瀞さんでございます。駅から近いので初めての徒歩キャンプデビューにももってこいですね。このアメリカ風の建物が受付となっております。アメリカ風というのは完全に私のイメージですがね。受付を済ませて向かっておりますこちらの森、これが今回私がキャンプを行う場所、ブッシュクラフトフィールドでございます。後でご紹介しますけれども、こちらのキャンプ場ではブッシュクラフトフィールドの他にトレーラーハウスやおしゃれなウッドコテージや AC 電源付きの森のテントサイトなんかもあります。外部の人が入りづらいようにダイヤル上で施錠されております。こちらがブッシュクラフトフィールドの中、自分は今回楽しみすぎてアーリーチェックインをして一番乗りで到着したので誰もいませんけれども、こちらのフィールドは先着20名となっております。この日最終的には自分も含めて3名のキャンパーがおりました。1人は女性のソロキャンパー、そしてもう1人は勇者がキャンプをしておりました。気になる方はキャンプ勇者で検索すると出てきます。こちらのサイトの目玉の一つでありますブッシュクラフトですけれども、こちらに大小様々な材料を用意していただいておりますので、これらを使って気軽に楽しむことができます。まあ、気にしてはいけないのでご注意を。ブッシュクラフトサイトを一通り見て回って悩んだんですけれども、やっぱり一番前の川沿いのところがいいかなと思いまして、ここに設営することに決めました。そしてこの格好が私の人生初徒歩ソロキャンのスタイルとなっております。荷物量は徒歩の中ではトップクラスに重いと思われます。17キロくらいあります。その17キロの中にはカメラや三脚など撮影機材も含まれておりますので、純粋にキャンプ道具だけで重さとなりますと15キロ前後となりますかね。自分の中では最低限の道具だけを選んだつもりなんですけれども、 UL 川はるか先となっております。何はともあれ自分のベース地を固めるためにまずはテントを設営していきますけれども、フードをかぶってアメリカのラッパースタイルとなっておりますが、これには深いわけがあるんです。今回は10月下旬に訪れておりますので、まあ気温も低いですし蚊とか虫はそんなにいないだろうと思って油断していたんですけれども、到着してびっくり、めちゃくちゃ蚊がいっぱいいましたね。到着した時すでに目の前に5匹ぐらいもう飛んでおりました。今現在時刻は12時ぐらいなんですけれども、この時の気温は20度ぐらいでしたね。人間にとってもめちゃくちゃ過ごしやすい気候だったんですけれども、やっぱりそうなると蚊にとってもめちゃくちゃ過ごしやすいんでしょうね。すごい活性が高かったです。そうこうしている間にテントのインナーが完成してきました。自分はパンダ TC プラスのティピーテントしか持っていないので、このドーム型テントすごく新鮮ですね。組み立てた後に移動できるこの安心感、フライシートをかぶせて四隅をパッチンと留めればもう完成です。設営もあっという間に完了してしまいます。今回軽量化を図るために行った一つのことがこちら、ペグハンマーを持ってこないで現地の石で代用しようと考えておりました。それだけでね、数百グラム軽量化できますからね。ただ地面の状態がよくわからなかったので、ペグはね30センチのステンレス製のものを持ってきました。これがそこそこ重かった。このテントは安いんですけれども、電室を作れたり居住空間も広かったりで全然問題なかったですね。テントの前を跳ね上げるためにポールを持ってきました。こちらは以前自分が使っていた激安タープのポールなんですけれども、アルミ製で組み立て式でめちゃくちゃ軽いんですよ。なので流用しようと思って持ってきました。
今回タープを持ってこなかったので、プライベート空間をね、ちょっと作れるかなって心配だったんですけれども、サイトの一番前っていう好立地もあったんですが、このテントの跳ね上げと、あと前室の横の壁、意外とね、これだけでプライベート空間確保できましたね。そんなこんなしているうちに、ラッパージュンのテントが完成しました。全然関係ないんですけれども、大学生の頃は B-boy の格好をしてたんですよ。B-boy って言って今の人たちはわかるのかな？ダボダボのズボンを履いて、ダボダボの上着を着て、ちょっと悪そうな感じのね、全然悪くはないんですけれども、格好だけ真似して。今組み立てているのが今回持ってきたチェアですね。地べたスタイルだと腰に来そうで怖かったんでね、このあぐらをかけるチェア、あと足を伸ばしたりとかできる、これぐらいのね、ロースタイルのチェアを持ってきました。アイクライムというブランドのロータイプチェアで、こちらがね、重さが 0.8kg という超軽量折りたたみということでね、しかも耐荷重が 90kg ある。この 80kg ギリギリの私にもね、安心のロータイプチェアですよ。しかし蚊がすごい。めちゃくちゃ蚊に刺されて痒くてね、彼は蚊取り線香が必要だと申しております。今回油断して蚊取り線香を持っていくの忘れちゃいましたからね、まあ後で買いに行くんですけれども、それもちょっとそこそこ大変だったんですが、今はまずこちらの折りたたみ式のロータイプテーブル。こちらはキャプテンスタックのロータイプテーブルで、なんと重さは 700g。 そんなに軽いわけではないけれども、フォルムがかっこいいのでこれを選びました。とりあえずテント、テーブル、チェアが設置できましたので、これからこの近くの探索を少ししたいと思います。これが下から見たブッシュクラフトフィールドエリア。そしてこちらが AC 電源付きのテントサイト。まだ人はほとんどいなかったですけれども、こちらはファミリーとかね、デュオとか大きめなテントを持ってくる方が多かったですね。この景色はテントサイトから見た景色。めちゃくちゃ雄大な景色じゃないですか。これが長瀞の景色ですよ。川遊びはできますけれども、水深が結構深いのでご注意してください。こちらがコテージエリアとなっております。自分も前回家族とコテージ泊したんですけれども、まあ小さいお子様がいるところはね、こういったコテージの方が安心ですし、キャンプの気分も味わえますし、これはこれでいいっすよね。こちらがグランピング仕様のトラベルトレーラーハウス群。夜には結構埋まってまして、外でバーベキューしたりとかね、とても楽しそうな雰囲気でやられておりましたね。探索も兼ねて売店で蚊取り線香を買おうと思って行ってたんですけれども、なんとこの日蚊取り線香は売り切れ。売店で買うことができなかったので、1キロ先のセブンに行ったけれども、そこでも売ってなく、さらに1キロ先のコメリに行ってようやく購入することができました。めちゃくちゃ疲れた。まだここに来て飲んでないし、早くビールを喉に流し込みたいという欲求を抑えて、ここで人生初のブッシュクラフト。私の人生初ブッシュクラフトは蚊取り線香立てとなりました。拾ってきた小枝の先端を尖らせて、そこに蚊取り線香を刺し、それを立てるだけ。めちゃくちゃ簡単だし、そんなブッシュクラフトとは言わないんじゃないのって思われるかもしれませんけれども、ブッシュクラフト初体験の私にはこれはこれは新鮮でね、めちゃくちゃ楽しかったですね。ブッシュクラフトの魅力にはまりそうになりますよ。そして新品の蚊取り線香を箱から出すんですけれども、これね、早送りしておりますけれども、取るのめちゃくちゃ難しくないですか？すんなり取れる方がいらっしゃいましたら、ぜひやり方を教えてほしい。ブッシュクラフトした蚊取り線香用の棒を地面に突き立てたかったんですけれども、意外と地面が硬かったんでね、石を拾ってきてそれを挟んで立てるようにしております。誰かが言っておりましたが、何事も知恵と創意工夫で何とでもなるもんですね。ちょっと若干知恵と創意工夫のレベルが低いですが、まあそれもいいでしょう。これだけのことでもめちゃくちゃ楽しかったですよ、このやってる時は。ここに来てようやく待望の乾杯の時間となりました。12時に到着したんですけど、なんだかんだ言ってて今ね、だいたい時間が2時半くらいになってますからね、喉もカラッカラ、汗もダクダクだったんで、うめえ！この一杯は最高に美味しかったですね。
ベースキャンプの設営も終わり、喉も潤って一息ついたので、ちょっとね、キャンプ場から川に下れるということなので行ってみようかと思って来てみたんですけれども、意外と川に行くまで険しい道のりが待っておりました。ヘビも出そうでちょっと怖かったですね。しかし川に降りるとものすごい絶景が待っておりました。水もめちゃくちゃ綺麗で透明度がありましたし、深さがね、深いところは3メートルぐらいあるって書いてあったんですけれども、その辺も見えるぐらいすごい綺麗でした。テンションが上がっておじさんの一人青春ごっこしてますけれども、生温かく見守ってください。それそれいいってやっております。ちょっと虚しくなりました。これが河原から見た長瀞の絶景。この岩の上にキャンプ場があるんでね、またすごいロケーションにあって最高でしたね。景色バッチリです。ただいまの時刻は3時前くらいだったかと思いますけれども、朝から何も食べてなくてお腹ペコペコだったんでね、ちょっと軽く作っていこうと思います。そんな時に便利なのがこのシングルバーナー。これめちゃくちゃいいっすね。今回はクッカーも新たに用意しまして、アルミ製のフライパンですね。こちらはアルミ製のフライパンを使うのは初めてだったのでちょっと不安だったんですけれども、まあ、ちょっと焦げついたりとかはありましたけれども問題なく使用できました。くっつきとかもなかったですし、一品目はウインナーを焼いていこうと思っております。ウインナーは焼くだけで簡単ですし、早く食べれますし、それなのにめっちゃ美味しいし、ボリュームもあるしということで、一品目にはもってこいっすね。こちらさっと焼いて焦げ目ができれば出来上がり。お腹が空きすぎていたのでね、味付けも何もなくいきなりかぶりついております。そしてソーセージの旨味をビールで流し込んでいくこの至福さ、うめえ。ただソーセージを焼いてそれを魚にビールを飲んでるだけなんですけれども、このシチュエーションでやりますとやっぱりうまさが全然違いますね。家で同じことをやるときの10倍はうまく感じます。喉もお腹も軽く満たされましたので、焚き火の準備をしていこうと思っております。こちらのキャンプ場ではこのブッシュクラフトエリアだけ直火が OK ということで、直火に憧れがありましたのでめちゃくちゃ楽しみにしておりました。ここで私のブッシュクラフト第2弾はリフレクターを作っていこうと今画策しております。ブッシュクラフト超初心者なので、先人たちが置いていってくれたそれなりの道具をありがたく再利用させていただくことにしております。この日の気温は夜でも20度をちょっと下回るぐらいだったので、まあリフレクターは本来いらなそうだったんですけれども、こういうのは雰囲気が大事ですからね。作り方は誰かに教わったわけではなく、YouTube を見ながら独学で勉強しただけなので、作り方は完全に当てずっぽうでやっておりますけれども、まあ 100% 自己満足の世界ですし、誰に迷惑をかけるわけでもないので、気軽に楽しんでおります。リフレクター作り結構難しくて、動画ではカットしておりますけれども、何回かバラしたり組み立てたりとか繰り返して意外と試行錯誤ありました。ただね、自分一人でああでもないこうでもない考えながら作っていくのがね、楽しかったですね。こちらは3個目のブッシュクラフト、ランタンハンガーを作成しております。こちらのキャンプ場の地面はご覧の通り土なんですけれども、硬すぎず柔らかすぎずで結構ね、いい感じに刺さってくれるんですよね。ここにメインのランタンをぶら下げればそれなりに雰囲気が出てめっちゃ最高っすね。ブッシュクラフトベース完成でございます。まだ火はつけないですけれども、焚き火の準備をしておきたいと思います。こちらは売店で購入しました薪900円。ほとんどが針葉樹で、紅葉樹がちょっとだけ入っていたかと思います。今回は軽量化のために斧は持ってきてなかったんですけれども、ちょうどいいサイズの針葉樹にカットされてまして、非常にやりやすかったですね。直火のやり方はブッシュクラフト同様に YouTube で勉強しただけの完全な独学となっております。薪の組み方を勉強したところ、代表的なものとして鋳型型、合掌閉じ傘型、合掌開き傘型、並列型があるらしいんですけれども、今回は合掌閉じ傘型にしてみました。ただいまの時刻3時22分と言っております。ソーセージを4本しかまだ食べていないので、まだまだお腹が空いているので2品目に突入していきます。
二品目は鶏肉を焼いていこうと思っております。これマジ危なかったですね。キャンパーあるあるかと思うんですけども、これが下まで行ってたらね、大惨事になっていましたね。二品目もお手軽に、ただ鶏肉を焼いていくだけとなります。味付けはこの塩と胡椒、これだけのシンプル味付けです。塩胡椒だけどシンプル味付けでもこのシチュエーションなら満足できますね。早くも本日2本目のビールに手が伸びております。うめえ。生焼きが怖いのでしっかりめに焼きました。こんなところで当たってしまったら大変ですからね。買ってきた鶏肉をただ焼いて食べるだけの究極なシンプル料理。それでもキャンプというスパイスが加われば最高の一品に仕上がります。うまい。そしてビールで一気に流し込むこの爽快感、たまりませんね。うめえ。ある程度お腹も喉も心も満たされたので、設営の仕上げをしていきたいと思っております。こちらは自分の寝床として使うエアーマットです。足とか手でこの赤いところの吸気口を押すだけで空気が入る簡単構造となっております。 R 値は 4.0 ありますし、パンパンに空気を入れましたらすごく寝心地も良かったです。お値段は Amazon で3180円で購入しました。そしてこちらが今回徒歩キャンプで用意したギアの中で一番高かったナンガのシュラフ。自分の考えでは他のギアはどんなものでもね、何とでもなると思うんですけれども、この寝袋だけは命に関わる問題なのでちょっと奮発しました。当時セールで2万円でした。ただいまの時刻は4時39分、気温は20度をちょっと下回ったぐらいだったかと思います。そろそろね、薄暗くなってきましたのでランタンの準備をしていきたいと思っております。森が暗くなっていきますと、さっきまで過ごしていた世界とは全く別物になりますからね。冒険が始まるみたいで、ちょっとの不安とそれを上回るすごいワクワク感がここから来るんですよね。周りも暗くなってきていい感じですし、ちょっと肌寒くなってきましたし、ここでついに直火に火を灯していきたいと思います。このファイヤーライターも去年の8月に買ったものなので、いよいよしけってきてしまいましたけれども、なんとか火がつくことができました。こちらの道具も今回初導入しましたキャプテンスタックの火バサミ。なんと火吹き棒と一体となっております。これアイデア商品ですよね。ステンレス製で若干重かったんですけれども、その機能美に惹かれて購入してしまいました。実際使い勝手も良かったですし、とっても満足しております。しかしこの人生初の直火での焚き火、なんだか冒険してる感があってめちゃくちゃエモい感じですね。直火ができるキャンプ場は少ないのでとっても貴重ですね。こちらは辺りがとっぷりと暗くなってきました。トイレのついでにこちらのトラベルトレーラーサイトに来てみたんですけれども、ライトアップめちゃくちゃ綺麗でした。トレーラーの方もアメリカの田舎町を見ているようでめちゃくちゃいい感じでしたね。アメリカの田舎町行ったことはないんですけれども、そんな感じがしました。時間は夜の6時半ぐらいだったかと思います。ここから本日のメイン料理、ローストビーフを作っていきたいと思います。まずは牛の塊肉に下味をつけていくためにニンニクと塩、そして胡椒、これを結構多めにかけていきます。それらが全体に馴染むように手でしっかりと揉み込んでいきます。当然直火での料理も初めてなので、ここからは知恵と工夫でやっていこうと思っているんですけれども、パチグリルについた鉄の棒のサイズに合わせて両サイドに石を積み上げ、そこにアルミのフライパンを乗せております。そしてアルミのフライパンに油を入れたら、それがある程度温まったらお肉を全面焼いていきます。焼き加減としまして一面だいたい1分くらいを目安にしております。
なんかここだけ見ると生粋のブッシュクラフターみたいな雰囲気が出ててめっちゃいいっすね。お肉にしっかりと焼き色がつきましたら、アルミホイルに包んで休ませていきます。休ませる時間の目安としましては、だいたい1時間ぐらいですかね。そうしましたら、中にしっかりと火が通って美味しく仕上がるかと思います。お肉を休ませている間にご飯の準備もしていきます。こちらが持ってきたメスティンですけれども、こちらが今回一番効率よくスタッキングできておりまして、固形燃料と、あと調味料、そして中にポケットストーブ、そしてコーヒー、これらが全部すっぽり入りました。この日はほぼ無風だったのでポケットストーブの風防も必要なかったですね。こちらは家ですでに洗ってきた1合分のお米、実家の畑で採れた新米のコシヒカリ、めちゃくちゃ美味しいんですよ、甘みがあって。1合分のお米の規定の水量 200ml ぐらいですかね。それをシェラカップでちゃんと測って投入していきます。あとは固形燃料に火をつけて、それが消えればご飯の完成。なんだかんだとやっているうちにローストビーフの方もいい感じになったかと思います。ローストビーフから旨味のこもった汁が出ておりますので、それをタレに使うのでこぼさないようにフライパンに開けておきます。こちらのナイフ、これも今回初導入しましたギアの一つで、オピネルのシャープ12ですかね。オピネルナイフの大きさがいくつまであるかわからないんですけれども、自分は料理にがっつり使いたいんでね、結構大きめな方を買いました。お肉の方も綺麗なピンク色に仕上がってて大成功でございます。そしてメスティンで炊いていたご飯もめっちゃよく仕上がっております。今回のローストビーフで3品作って楽しもうと思っておりますので、まず1品目のお寿司、一口大に握ったお米の上に大葉を乗せて、その上にローストビーフを乗せていく。めっちゃ簡単。自分は外でも家でもそうなんですけれども、お肉とかをねがっつり素手で触るのにちょっと抵抗があるので、大体料理するときはこのエンボス手袋を使用しております。2品目は残ったご飯でローストビーフ丼を作っていきます。本当は小ネギを乗せたかったんですけれども、こちら売ってなかったので大葉で代役をして、その上にローストビーフをどんどんと乗せていきます。そして出来合いのゆで卵も投入。ローストビーフ丼にかけるタレを作っていくんですけれども、ローストビーフから出た旨味の汁と、こちら家から持ってきた秘伝のタレ、醤油、みりん、酒が入っております。全然秘伝じゃなくオーソドックスな和風のタレでございます。それを焚き火に当ててある程度煮詰めていきます。その煮詰まったタレをローストビーフ丼にかければ、いただきます。まずは3品のうちの1つ、そのままのローストビーフを楽しんでいきます。この肉の塊を口に運ぶ至福、めちゃくちゃうまい。この日3本目のアルコールは氷結のグレープフルーツで決めていきます。うめえ。2品目はローストビーフ寿司、そちらに家から持ってきた生わさびを乗せて、先ほど煮詰めた秘伝のタレにちょちょっと乗せていただきます。ローストビーフとわさびと和風ダレの相性が最高でめちゃくちゃうまい。続いて3品目のローストビーフ丼、お肉とご飯と卵を一緒に頬張るとめちゃくちゃ至高。肉寿司とあまり構成は変わらないんですけれども、食べ方とか形が変わるだけでね、全然別物に感じてめちゃくちゃ美味しいです。最高。自分のキャンプの醍醐味は美味しいご飯を食べながら美味しいお酒を飲む、これが一番幸せですかね。うめえ。それじゃあとはゆっくりと食べていきます。最高のディナータイムが終わりましたので、ここからは焚き火をいじる最高のチル時間を過ごしていきたいと思っております。焚き火には1分の F 揺らぎと呼ばれるリラックス効果があり、それは炎の色や光の強さ、または音など周波数で表すことができる事象の中で、人間が心地よく感じるリズムパターンのことらしいです。
これは人が本来持つ生体リズムと同じもので、本能的に落ち着き、脳波にはリラックス状態を示すアルファ波が増えるという効果も確認されているということでございます。人が焚き火を見て落ち着くのは、そういう科学的根拠がちゃんとありました。この日もそうでしたけど、炎の揺らめきを見てるだけで時を忘れることができますもんね。焚き火も思いっきり堪能しましたので、そろそろ寝る準備をするためにトイレに来ました。トイレの手前にあるこちらが炊事場です。ちゃんとお湯も出るような仕様になっておりました。コテージやら大きめのテントサイトがあるところなので、こういう炊事場も結構数がいっぱいありましたね。そしてこちらがトイレとなっております。女性用トイレが3つ、そして男性用が2つでしたね。男性用は小便器1つと大便器1つとなっております。仮設トイレでね、見た目はあれなんですけれども、実際見てみますとすごく綺麗ですし、とってもいい感じでしたね。トイレも済ませましたし、寝る準備も万端なので、メインランタンを持ってまずはテントの中でおこもりをしていきたいと思っております。この夜寝る前にテントの中にランタンを持ってきておこもりをすると、なんだかキャンプ来たなって感じしますよね。この時間もめちゃくちゃ好きなんですよ。ここからは携帯のインカメラの画像になるので、ちょっと画質が悪いんですけれども、ご了承ください。そしておじさんのお腹のチラ見せもご了承ください。完全に寝る直前のおじさん。家でも全く変わらない行動をしております。寝る前にアルフォート食べようと思ったんですけれども、意外とお腹いっぱいだったのでね、食べずに寝ました。おやすみなさい。そしておはようございます。時刻は朝の6時頃になっていたかと思います。辺りもすっかり明るくなっておりまして、晴天っていう感じではなかったんですけれども、とても気持ちのいい朝を迎えることができました。すぐ近くに荒川が流れておりますので、川の音はね、すごくよく聞こえるんですけれども、自分はあんまりそういうのは気にならず眠ることができるタイプなんですが、この日はなんだかね、何かの気配を感じて、なかなか寝つくことができなかったんですよね。幽霊とかそんな怖い話ではないんですけれども、まあ野生動物とかの気配を感じ取っていたのかもしれません。ここでシングルバーナーでお湯を沸かして目覚めのコーヒーを入れていきたいと思います。このシングルバーナーでお湯を沸かす行為から、それでね、コーヒーを飲むまでがね、めちゃくちゃ好きなんですよ。キャンプでやりたいこと、トップ5に入る行為ですね、これは。残りのランキングも気が向いたら、そのうちご紹介いたします。今回、軽量化のためにマグカップは持ってこなかったので、このままね、お湯の沸いたシェラカップにコーヒーの素を入れて飲んでいきたいと思っているんですけれども、シェラカップは熱伝導率がめちゃくちゃいいですからね、すごく熱いんですよ。皆様もやるときはぜひお気をつけください。唇が焼けただれてしまいます。コーヒーが完成して、縁がある程度冷めたんでね、グビグビっと飲んでいきます。うめえ。最高ですよ、このコーヒー。お酒も大好きなんですけれども、この早朝のね、自然の中の空気の中で飲むコーヒー、これはやみつきになりますよ。早朝の素晴らしいコーヒータイムの後は朝ごはん作りです。キャンプの朝に食べるカップうどん、これにもハマっております。今回はカレーうどん。このくらいの大きさのカップうどんが朝食にはちょうどいいですし、だいたいこれがお湯の量が 300ml なの でコーヒーが 200ml なんでね、 500ml ペットボトルちょうど1本分でどちらも完成します。お湯を入れて3分経ちましたのでいただきます。最高、めちゃくちゃ美味しそう。コーヒーを飲んで喉は潤っていますけれども、まずは汁から1杯。ほっとする、うまい。そして少し固めに仕上がったうどんをかぶりついていきます。キャンプ場で食べる朝のうどん、最高に美味しいですね。これはやっぱりやみつきになります。カップうどんなんて普段の生活であまり食べる機会はないんですけれども、キャンプの朝は別ですね。全汁を飲み干してごちそうさまでございます。
いやー、めちゃくちゃうまかったっすね。満足。時刻はだいたい朝の8時頃となっております。名残惜しいですが、そろそろ撤収の準備を始めていきたいと思っております。今回初めてブッシュクラフトをしてみましたけれども、まあ材料はね、だいたいあったんで、ブッシュクラフトと呼んでいいかどうか分かりませんが、これはめちゃくちゃ楽しかったっすね。そしてこちらは直火の後片付けなんですけれども、直火の後片付けも初めてとはいえ、環境に悪影響を残してしまうんでね、こちらは完璧に終わらせたいと思っております。炭は自然に帰らないので、ちっちゃいものも集めてきます。炭をきれいに取り終えることができましたら、自分が掘り起こした土をそのまんま元の場所に戻していきます。直火のできるキャンプ場は貴重ですし、やっぱり自分たちの遊び場はね、自分たちで守っていかないといけないですからね。こればっかりは素人だろうと玄人だろうと関係なく、最低限のマナーだと私も思います。外回りの片付けが一段落ついたので、あとは自分のギアたちをしまっていきます。このエアマット、寝心地は良かったですし、まあ、そこそこコンパクトになりますしね、しばらく使っていこうかと思っております。今回お世話になりましたフォレストサンド長瀞さん、こちらね、今回非常にお世話になりましたので、誠に僭越ながら勝手にご紹介をさせていただきたいと思います。まずトラベルトレーラーサイト、本場アメリカから輸入した大型のトラベルトレーラーはアクティブなキャンプを楽しむのに最適です。全天候型のルーフデッキ装備で生活環境はバッチリ。次にコテージ、原生林の中に佇むコテージです。仲間や家族で気兼ねなくキャンプが楽しめます。BBQ に関してはコテージの隣に専用の BBQ サイトがございます。雨天時に有効な屋根付き BBQ 側でもご用意がございます。ガスコンロ式の鉄板での BBQ となっております。そしてテントサイト、フィールドは比較的水はけの良いレンガ砂利です。全区画 AC 電源採用となっており、炊事場は給湯器完備となっております。そして最後に私がお世話になりましたブッシュクラフトエリア、直火可能ソロキャンプ専用サイト、一級河川である荒川を一望できる高台に設備されたフォレストサンズ長瀞のテントサイトエリア内に新たに増設された直火可能のキャンプフィールドになります。このフィールドにつきましては、道具の取り扱いに関しての安全管理と自然環境に優しい現況復旧を熟知されているソロキャンパーやブッシュクラフターの方々にご利用いただけます。もちろん直火やソロキャンプに不慣れなビギナーの方には熟知したスタッフがアドバイスをさせていただきますので、ご安心くださいとのこと。夜は木々の隙間から星を眺めながら焚き火とともに漆黒のプライベート空間をお楽しみいただけるということでございました。こちらのフォレストサンド長瀞さん、キャンプさせていただきまして、めちゃくちゃやっぱり良かったっすね。こちら直火のキャンプも体験できましたし、ブッシュクラフトも体験することができたし、何も言うことはないっすね。そしてこちらのキャンプ場までね、駅から徒歩10分ぐらいのところなんで、立地も最高ですし、徒歩で来られるキャンプ場としましてめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。もちろん車で来るファミリーキャンプも最高だと思いますね。ここまでご視聴してくださいました皆様、本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。